で私はですね18、19ぐらいから働き出して、自動車学校の教員をしたりとかですね20前半からは、皆さんもご存知の、超有名な、フランチャイズのお店の、多角経営というか、そういう多角経営をしている会社の、役員までやりました。15年間の間に、1000店舗以上のある時に、日本一の売り上げをですね何回も上げるようなそういう経験をしてまいりまして、その順風満帆に来た時代もあったんですね。でその時代から急激にですね、存続に落ち込むということも経験してます。ちょうどその34歳、今からですねちょうど20年前です。で今度、10月14日にはその夢カレッジがあるんですが、ちょうどその日の20年前に実は、起業をしてます。起業というかその時に退職してます。と同時にですねその3月3日その年の3月3日には離婚という悲しい、家族と離れるという、経験もしてまして、もうその年はですね本当に全てが重なったと。でその中から今に至るわけですけども、その起業といっても夢にこう向かって起業したわけじゃないです。とにかく食べていかなあかんから、なんとかせなあかんからということで、失業保険をもらってる間にですねなんとかその自分のビジネスを立ち上げなあかんということで今に至るわけです。その時のちょうど3年間、その起業してから3年間、聞こえは起業って言ったらいいんですけども、その3年間というのは本当に中古の車を、事務所にして、で仕事も当然もうないですから最初は、いろんな空き地にですね車を止めていろんなアポを取るわけですが、なかなかその相手してくれてる人がいない、そういった3年間のいろんな業種の経験をうまくまとめてですね、皆さんに何かヒントを持っていただけるような、起業してこの軌道に乗せていくまでのね、このいろんなその考え方があると思うんですね。その娘2人の父子家庭ということで、その娘をとにかく笑顔、娘の笑顔を見ながらですね癒されながら頑張ってきたわけです。頑張ってこれたわけですね。でご覧の皆さんで父子家庭の方もいらっしゃるか分かりませんし、もしくはシングルの、お母さんもいらっしゃるか分かりません。もしくはもちろん、お二人ともですね共稼ぎでいわゆるその仕事をしながら子育てをしていらっしゃる方もいらっしゃるか分かりません。どちらにしてもですねとにかく子育てをしながら仕事をしていくというのは、これは非常にですね、バランスっていうのが難しかったなというのを今でこそ思うわけですね。でそういったことで今回の登壇の、お話の内容は、こう詰まった時にどんなふうな心持ち考え方でいけば、道が開けるかということを、実体験を基づいてですね3つのキーワードを持ってですねお話したいと思います。1つはですね働くという意識ですね。僕の場合仕事で働くっていうのを旗を楽にするっていう考え方を常に基本的に持っていったわけです。でその仕事のない時はとにかく自分自身も旗を楽にするということで、自分も楽になるような考え方、もっともっとこうポジティブになるような考え方を自分で見つけるとか、一番目の前にある娘とか親とかそういった友達とか一番近い目の前の人に働く意識ですね、なんとか楽にさせてあげるとか楽しませてあげるとか、とにかくお金もないし人脈もないし仕事もない時でもですね、その目の前にある方にいかにその自分ができることをやるかということで、道を開いてきたわけです。で2つ目3つ目に関しては今言ってしまう誰なので、またその、当日ですねお話をさせていただきたいと思います。とにかくこんな私ですけども、今飲食業でやってきた、そのノウハウを全くゼロにして、もしくはマイナスからスタートして、この美容というものに、飛び込みました。そして今20年来て、おかげさまでその KYC ヒデというとある程度の、人気が上がってきたわけです。ということで当日ですねぜひ皆さんとお会いしたいなと思います。一人でも多くの方にね、来ていただいて、楽しく、そして時には泣くかも分かりませんけどね、ぜひぜひ、お越しいただけたらと思います。